はい、皆さんこんにちは、流星です。今日はね、校則についてちょっと話をしていきたいと思います。でね、ネットでちょっといろいろ調べてたんですけど、面白いブログがあったので、まあ、紹介していきながらね、今までまあ校則、日本の校則ってなんか、まあ、学校のルールですよね。なんかおかしな変な校則いっぱいあるんですよね。まあ、自分の学校でもちょっとおかしいなっていうのはいくつかあったんですけど、まあ、これ本当にあったのかなって思うような校則もいっぱいあるのでね、まあ、かなりね面白い校則いっぱいあります。でちょっとね、まあ、エンタメっていうかね、お笑いのネタになりそうな校則いっぱいあるんでね、ちょっと紹介していきたいと思います。あまり言うと実際のその学生さんとかちょっとシャレにならない部分もあると思うんでね、その辺はちょっと考えながら、まあ、紹介していきたいと思います。でまずね、ヤフーブログにね、太郎さんっていうペンネームの方がブログでまあ掲載してたんで、これが一番面白いなと思ったんでちょっと紹介していきます。で、このブログの中でですね、80いくつかのまあバカげた校則をピックアップして掲載されてましたんで、ちょっとまあ読み分けしながらね、まあいろいろ話をしていこうと思いますので、よろしくお願いします。でまず最初ですね、先生が教室に入ってくるときは拍手で迎えなければならない。これ本当なのかなと思うんですけどね、なんか宗教団体の教祖様じゃないんだから拍手をするっていうのをよくわかんないですよね。なんでこんなルールを作ったのかようわかんないですよね。教室での私語は授業中休み時間問わず禁止。まあ授業中はわかるけどね、休み時間禁止ってすごいですよね。これ本当にあったのかわかんないですけどね、刑務所でもないようなルールですよね。で次、校内で異性と会話する場合は会話用紙を提出し許可をもらい会話室で会話をすること。会話室って何なんだよと思うんですけどね。で気持ち悪いですよね、なんか紙に書いて先生に許可をもらわないと、男子女子話ができないってすごいですよね。なんかこれ本当なのかなと思うんですけどね。まあいろいろ調べたんですけど、いろんな人が同じ校則を言ってますんでね、まあ実在したんだろうなとは思いますね。まああえて学校名は出さないですけどね。次、男女交際する際は6者面談すること。これもすごいですよね。なので男子の親御さんと女子の親御さん3対3で面談をするって意味わかんないですよね。勝手に交際してるって思うんですけどね。まあ結婚じゃないんだからさ、こんな校則すごいですよね。なんか信じられないですよね。実際やったことのある人いるのかわかんないですけど、どういう学校なんでしょうね。まあ何か問題があったからこういうルールができるんですけどね。はい、次、授業中くしゃみは3回まで、それ以上出るものは保健室で休むって、この回数ですよね。なんか気持ち悪いなって思ったのが、回数で基準を作る、まあ数字で基準を作るっていうのがなんか日本人好きですよね。なんかどうでもいいこととか生理現象とかを数字で規制するんですよね。そこがなんか日本人の気持ち悪いところだなと思いますね。なんか真面目、勤勉さ、生真面目さがなんかちょっと違うベクトル間違うととんでもない方向に行っちゃうっていう、なんかちょっと怖いなと思いますね。漫画を持ってきてはいけないが担任に貸す場合は認める。これもよくわかんないですよね。次、目的もないのに廊下を歩かない。まあこれはちょっと面白くないな。廊下を走らないっていうのがなんか意味がわかんないっていうか、まあ危ないっていうのはわかるんですけど、場合によっては走らなきゃいけない時もあるしね。はい、次、一度登録した髪型は卒業時まで変えてはならない。これもよくわかんないですよね。3年間髪型変えないっていうのは
まあ丸坊主じゃないんだからさ、刑務所じゃないんだからさ、髪型変えるよね、時代流行りあるんだからさ。これも意味が分かんないですよね。なんか刑務所だよね本当に。まあ軍隊というか。はい、次。靴下は金か銀以外ならいい。これもよくわかんない。ピンクだったらいいのかなっていうさ、よくわかんないですよね。校長に挨拶する。はい、次。スカートは上げない、膝上5センチ以上はダメ。まあ昔はスカート長いのがかっこよかったりとかね、まあ今は短い方向に行っちゃってますよね。教師は教師らしく授業中ふざけない。これは昔はなかったですけどね、なんか最近の先生ってそういうなんか問題起きてすぐニュースになって、なんか冗談がわかんない人っていますよね。なんか冗談を冗談、いや言っていい冗談と悪い冗談があるっていう、それでなんか問題になる、まあ残念な先生いますよね。はい、次。休み時間には男女関係なく仲良く遊ぶ。これはまあ別にいいと思いますけど、廊下で走っている生徒を見た時は用事がない時以外は近くにいる教師に報告すること。いちいち報告せんでいいやろ、注意しろっつうのその場で、いちいちルールにするなっていう話ですよね。はい、次。これ意味わかんないんですけどね、女子生徒は原則として通学カバンに最低一つはぬいぐるみをつけること。いや、つけるなと思ったんですけど、つけなさいっていうのがすごいよね。なんか大きさをなんか制限してる、何センチ以内とかいう校則見たことあるけど、なんかこれも意味がよくわかんないよね。男子生徒の髪の染色、脱色は良しとする。あ、結構柔らかい学校もあるんですね。あ、これも笑ったな。バレンタインのチョコは毒が入っている危険性があるので食べてはいけない。まあ手作りってまあちょっと怖いっていうのはありますけどね、まあ有名人じゃないんだからみたいな。有名人はよく不安からクッキーとか手作りのお菓子とかをもらうけど怖いから食べないっていう話ってよくありますよね。考えすぎなんじゃないのみたいな。それとまあ高速にすんなっていう話ですよね。あと携帯は学校に持ってきていいが授業中は捨てなさい。今スマホを持ってって言ってるんですかね、禁止なんじゃないですかね。まあ結構厳しい学校はスマホ禁止ですよね。授業中捨てなさいっていうのは意味わかんないです。頭悪いですよね。はい、次。これもエンタメ系だと思うんですけど、周りの梨園の梨を取ったら定額で食べたら退学。まあ、盗むこと自体が、まあ、良くないことなんですけどね、それを分けるっていうの気持ち悪いですよね。食べたら退学。まあ、千葉県の学校らしいですけどね。日没後、男女が二人きりで行動するのは誤解を招くからやめる。まあ、これも分からんではないですけどね。まあ、大人じゃないけど、まあ、なんて言うんだろうね。まあ交際にすごい変な敏感な校則って結構ありますよね。うちの学校もまあ公明正大でなくてはいけないってなんか書いてあったけどね、まあ大きなお世話ですよね。そこまで別に介入っていうかさ、もうほっといてくれっていうレベルのことを校則にするところがなんか気持ち悪いんだよね。授業中ヘラヘラしてはいけないが大声で笑うのはいい。まあニヤニヤするのは気持ち悪いっていうのもわからんでもないですけどね。こんなルールにするなっつうのね。男子は学校内で必ずヘルメットをかぶること。まあ自転車通学でヘルメットはまあわからんでもないですけどね。校内でヘルメットをかぶるって工事現場じゃないんだから意味がわかんないよね。どういう学校なんだろうね。行ってみたいよね。
ボーリングは日祝日の10時から17時の間とする。まあ不良にならないように門限を早めるっていうのはまあ分からんでもないですけど、なんでボーリングって限定するんだろう。まあ田舎なんだろうね。ただし1日2ゲームまでとし、男女混合、社会人とのゲームはしないこと。別に社会人とやってもいいんじゃないの。社会勉強になるしさ、いろんな人種、いろんな人とさ遊ぶっていうのはいいことだと思うんですけどね。これほんと古いですよね。今もあるのかわかんないけど、まあ、男女混合とかこだわりすぎだよね。それは行きたい人はもう行ってるっつうの。本当にそれを例えば先生、補導員が見たら怒られるんだろうか。意味わかんないよね。ナチスドイツか。あ、次も笑うね。家から電信柱3本以上の外出は全て制服とする。これもまあ田舎だったら3本、あ、だけど田舎でも3本って100メートル以内じゃねえの。すごいよね。私服はダメなんだ。制服で100メーター以内のところしか歩けないんですかね。意味がわかんないよね、これ。引きこもっちゃうね、これ。これ先生が見たら怒るんだろうか。どういう処分をするんだろうか。人の話を横取りしない。横取った場合は心から謝る。これはだけどさ、ビジネスの世界では横取りするよね。まあ特許とか、まあ、法律に関わることはしないけど、アイデアとかは平気で盗む世界ですからね。いいものはどんどん取り入れていった方がいいと思うんだけどね。これもなんか古いというか、こういうことをしてるから日本は世界に置いてけぼり食ってんだろうね。まあ人のものを盗むのはダメだけど、まあこれもどこまでの話なのかがよくわかんないですけど、抽象的すぎて。はい、次。夏休みに髪を切らない。切るときは先生の許可を得る。これも意味がわかんないよね。坊主にすることなのか、まあ、髪を伸ばすなっていうのはよくあるんだけど、髪を切るときは先生の許可を得るってどういうことなんだろうね。まあよっぽどなんか問題が起きたんだろうね、髪型に関して。まあスキンヘッドにするとかさ、まあ、金髪にするとかさ。はい、次。学校のトレーニングウェアは許可がない限り L サイズ以上のサイズは着てはいけない。まあこれもなんかダブダブのジャージとか、ちょっとまあブラザー系というか不良っぽいイメージを防ぐためになんか作ったのかわかんないけど、まあほっといてくれって感じだよね。キーホルダーは握り拳までの大きさとする。これもまあわからんでもないけどね。基準を作らないと、なんかバカでかい何かこう飾り付けしてきたやつがいたんじゃないのかなとは思うけど。あ、これも気持ち悪いね。通学時は男子は奇数車両、まあ1357ですよね。女子は偶数車両とする。これも気持ち悪いよね。なんか男女交際をなんかこうさせないような校則って結構あるんですよね、日本は。ほっといてくれって感じだよね。勝手に好き同士な人はくっつくし、まあ、勝手にやるよね。そんなこと校則にしたって。だから校則にする自体が無駄なんだよね。男子はスポーツタイプの自転車に乗り、荷物は後ろにくくりつけることにする。ママチャリもダメ。ママチャリダメなんだ。厳しいね。どういう格好なんだろうね。何でもいいじゃんね、自転車だったら。一輪車はダメだよ。二輪車だったら何でもいいんじゃねえの。なんで後ろにくくりつけるの。昭和の学生だよね。意味わかんねえんだけど。廊下を走ってる時に他の人に見つかり反省を示された場合、その場で正座し60数えること。1分正座をする。これもすごい怖いよね。なんか気持ち悪いというか、こんなの刑務所でもないよね。よく考えるよね。しかもこれ校則にするっていう、この事実っていうのが気持ち悪いんだよね。受け入れれないっていうか信じられないよね。だから日本ダメになるんだよ、こんなこと考えるやついるから。昼食後はみんなで歯を磨くべし。これはいいと思うんだよね。
まあ、歯を磨くっていうのはいいと思うんだけどね。まあ悪くないと思います。はい、次。担任、両親の認定証がない男女交際は禁止。で、これ男女交際を認めた認定証って見てみたいけどね。で、認定証がない人ってどういう人なの？何を基準に認定してるわけ？成績が下がってなきゃ認定証を出すわけ？意味わかんないし、介入すなっていう話だよね。あ、これも気持ち悪いね。これなんて読むんだろうね。礼、立ち礼は上体を30度、会釈は15度だけ傾けて行う。この数字で示してるからね、なんかビジネスマナーのセミナーだよね。なんか指定の革カバンのほか、風呂敷包以外の携帯は禁ず。これっていつの時代なんだろうね。風呂敷って意味わかんないっていうか、昔だよね、これ。昭和だよね。あ、これも気持ち悪いよ。スカートのひだは24本、26本は不可。これも本数で数えるのかな、先生が。これも気持ち悪いよね、なんか。で、その2本の違いって見た目でどう違うんだろうね。まあ全然違わないんじゃない、これ。まあ何か問題があったからこういう校則ができてんだろうけど、これ気持ち悪いんだよね、なんか。天然パーマはそれを証明できる写真を届ける。あ、これはまあ有名ですよね。なんかどういう写真なのこれ。それを証明できる写真ってどういう写真なんだろうね。あるいはなんか医者に見てもらって、あなたは天然ですっていうなんかあるのか。それはちょっと気持ち悪いよね。まあ茶髪の人もいるしね、生まれつきね。まあ、ハーフの子とかさ。で、なんか黒髪にして問題になった人いたよね。なんか訴えて勝訴したんだったっけ。なんかさ、みんなストレートで黒くてさ、直毛でさ、みんな同じ髪型にしようとしてるっていう、なんか日本人の島国根性というかさ、なんか気持ち悪いんだよね、そういうのって。まあだけど自分たちも昭和で学生だったからさ、なんか一つのレールに縛り付けようっていう、なんかあったんだよね。軍隊じゃないんだからっていうさ。そりゃグレる人はグレるよっていうか、正常な反応だったんじゃないって思うけどね、今思えば。はい、次。服装違反の者は半年間教頭と交換日記。これ教頭も迷惑だけど生徒も迷惑だよね。なんか本当なのかな、これ。登下校中流氷に乗ってはいけない。これはまあ北海道だから、まあこういう遊びをした人もいるんだろうね。男女交際してもいいが、お互いの愛を確かめ合うこと。これなんか面白いね。正面の時は水を流さない。なんかこのよくね、生理的な部分に介入する校則って気持ち悪いんだよね。本人に任せればいいんだよね。トイレットペーパー何センチまでとかね。アクセサリーは禁止、ただしブローチは可。まあ、チャラチャラしたアクセサリーは禁止、ブローチは可。まあ、バッチみたいなやつだよね。これもよくわかんないよね。校内外を問わず政治活動をしてはならない。まあ、そういう子がいたんだろうね。便所の紙を使ったものはクラス名前と何センチ使ったかを記入すること。まあ、経費節減っていう意味では考え方はまあ悪くないと思うけど、何センチっていうのが気持ち悪いんだよね。何センチで誰がいつ何センチ使ったかを記録するっていうのが気持ち悪いんだよね。授業中の小便、大便、嘔吐、出血はなるべく避ける。これも気持ち悪いよね。学校内で出前を取ってはいけない。異性の急所を1分以上想像あるいは無双してはいけない。成人は可。
これも気持ち悪いっていうか、校則、これをさ文章にするっていうのが気持ち悪いんだよね。異性の急所に5秒以上触れてはいけない、異性の急所を10秒以上見続けてはならないんです。はい、次。男女間で話すときはなるべく3人以上で2メートル以上離れてすること、連続して3分以上話すのは禁止。まあ男女間のルールいっぱいありますよね。なんか間抜けなルールというか、3人以上なのね、2人きりになったらダメとかさ、まあ勝手に2人きりになる人はなるしさ、まあほっとけばいいっていうさ、3分以上話すってこのね数字でね縛りつけるのが気持ち悪いんだよね。なんか意味わかんないっすよね。教室で男子生徒と2人きりになるときは窓を全部開けていつでも人を呼べるようにする。犯罪者扱いでね、信じてあげろよっていうさ、人を信じてあげろよっていうなんか考え方がないよね。なんか軍隊だよね。なんか刑務所はまあ男女分かれてるからあれだけどさ、異性の先生と話すときは20センチ以上の間隔を取る。すげえ、ありえないね。金持ちまたはそれらしき人物に対する言葉態度は十分に気をつけ、我が校の印象を良いものにする。金持ちって言っちゃってるところがすごいよね。どこの学校なんだろうね。すごいよ。親友と呼べるような中学生として限度を超えた友達は持つべきではない。限度って何なんだろうね。定義がよくわかんないね。親友と呼べるような限度を超えた。学校内で歌謡曲を歌ってはいけない。修学旅行では民謡以外歌ってはいけない。これもすごいよね。鼻歌とか歌うよね、まあ多少。これを禁止するっていうのがよくわかんない。男子を刺激しないようにセーラー服の下に体操着を着用すること。体操着を常に着るってしんどいんじゃないかなと思うんだけどね。すごいよね。トイレットペーパーの使用量は1回につき30センチ以内。あ、これは有名だよね。用便は7分以内。まあ休み時間が10分とか15分だからさ、まあ10分以内に済ませるっていうのがさ、バカでもわかるよね。いちいちそんなことさ、法則にしなくていいんだよ。歩幅は80センチってこれ個人差あるからさ、ダメだよね。何センチって好きだよね、日本人は。まあ学校ってやっぱりさ、常識を植え付ける場だからさ、なんかこの間違ったことを教えてるんだよね。もう子供たちもまあ薄々気づいてはいるんだけどさ、それに従わないと先生に怒られたり親に怒られたりするからさ、割り切っては大人と付き合うために我慢して守ってんだけど、まあさすがにさ、大人が助けてあげないとかわいそうだと思うよね。なんかそういう歴史があってさ、このブログも2年前かな、まあ、だいぶまた良くはなっていってると思うけどね。まああんまり厳しすぎるっていうか、不必要になんか介入してるところがさ、ダメだよね。ほっといていいところはほっとかないとさ、なんかこう軍隊みたいで怖いんだよね、学校ってね。まあ学校必要ないっていう考え方もあるしね。まあ国とか学校とかさ、企業とかさ、もう昔の考え方なんだよね。もう本当に考え方を変えないと日本はいつまで経っても、いつまで経ってもっていうか、まあオワコンって言われてるゆえんの一つなんじゃないんですかね。どんどん新しいものを取り入れて変えていかないと時代に取り残されますよね。はい、じゃあ以上で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。